悪いけど。次はね、スワラーメンさん。20年くらい前にさ、水雷丼考えたわけ。やっぱそれまではやっぱりさ、町の中華屋さんなんかさ、日の目も見ないわけじゃん。5年ぐらいしたらもうお店がガラッと変わってたね。じゃあこれ持ってじゃん。はい、はい。こうやって入れちゃおう。よいしょ、ほら。まっすぐ、はい、松田くん、松田くん、いいもん出してあげようか。これじゃない、これだけ。もやしを茹でてます。兄が仕入れから帰ってきて駐車場に車持ってってるんで、多分。おはようございます。早いね。勝手に取っててね。もう仕入れからで駐車場に車止めてきて。朝ごはん食べたの？あ、大丈夫、なんか作ろっか。いや、そうお腹空いちゃうよ。いや、大丈夫なの？大丈夫。なんか食べる？チャーハンでも作ってあげようか。ちょっと、ちょっとでいいんで、すいません。YouTuber の人が来て、で、水雷丼を食べてたんだ。それからずっと忙しいんだよね。そう、忙しいね、はい、テレビだと、パッとやったらその日で終わりじゃん。 YouTube って多分、見てる人のさ、興味のあるもののがどんどん上がってくるわけじゃない。ずっとずっとさ、ずっと上がるんだね。テレビとかは一回放送したらもうしばらくないでしょ。でも YouTube はさ、ほらテレビは影響があって見る人でおすすめが上がってくるじゃない、はい、だから YouTube 見たよっていうのはさ、随分時間経ってからもずっと来るんだよね。 YouTuber っていうのはありがたいですよ本当それは言えてるね。ハイジーさん、まあ水雷丼食べてってくれたんだけど、うん、やっぱり見たよっつってしばらくあれなんだよね。しばらく来るね。忙しいの。忙しいの。満身創痍なね忙しすぎんだよね。自分47で、48か、弟42。若いっすね、見た目が。ツヤツヤですよ。ツヤツヤなのはね、ここにいるとさ、はい、油が飛んでるじゃん、うん、乾燥肌とかそういうのはね、絶対ないから。僕はもう2人とも死んじゃってんな。おじいさんの代からやってたんだけど、80年以上、戦中からやりたいらしいよ。おじいさん、おばあさんが料理してるの見たことある？ある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 、うん。まだおばあさん元気だよ。おばあさん今100、今年、この間100になった。うちの父は17年ぐらい前に亡くなって、うちの母は17年ぐらい前かな。まだ若いっすよね、お父さんお母さん。そうだね、60代で亡くなっちゃってるからね。うん、おいしい。食べてね。ありがとうございます。いえ。いい？ちょいとく。そう、ロイドさん来たの。ロイドさんはね、本当アポなしで来たの。そう、うち野菜不足だから。なんか最近グリーンピースがなくてさ、でもいいや、枝豆でも同じだからさ。枝豆もうまいもんね。うん？糖質制限してる。うん、ご飯とか食べちゃうと一回でも食べちゃうから、いや、大きくなっちゃうんだよ、気をつけないと。だからなるべく一食はこういうので済ますようにして。今80ぐらいなんだけど、油断するとさ85、6とかなっちゃうから、
おっさんにさ言われてるからあんま太っちゃダメって言われてるからさ運動しなさいって言うんだけど運動する時間がなきゃ、うん、食べ物で調整するしかないじゃん、うん、20年くらい前にさ水雷丼考えたわけだからそれまではやっぱりさ町の中華屋さんなんかさ日の目も見ないわけじゃんだんだんお客さんも減っちゃってさまあそんなもんだと思ってたけどね当時はさどうなんのかなと思うじゃんこの先まあなんとか生活はできんだろうなぐらいしか思ってなかったけどさこんなにお客さんがいっぱい来てくれる店になると思わなかったもんね当時はもっと落ち着いてたの全然当時はほらおしゃれなイタリアンの店とかさあんなんばっか持ってはやってるじゃんうん、だからうちみたいな店はさ誰も来ないよ若い人なんか絶対来ないもん自分が27、8の頃考えたから当時はさ女性のお客さんっていうのもいないでしょ女の人入れる入れるような店じゃないよじゃなかった、うん、あの今はほらみんな日雇い労働者もきちんとしてるじゃない、はい、当時の日雇い労働者ってほんとは住民票もなきゃさ何もない そういう人たちばっかのお店だったいう人たちほどね威張り散らすまあまだ働いててめんどくさかっためんどくさなんだこの店はとか入ってきてそうそう入ってきてそうそうだよこのまあここら辺の飲食店はみんなそんな感じこの近くにさ日雇い労働者の町があったから今はもうそこももうだいぶもうそんななくなっちゃったけどそうね 500m ぐらい先かな、うん、もうほんと無銭飲食とかさそんなんばっか食い入れとかあったんだよほんとにうんでそういう町だったんだよね今はもうここはそういうそんななくなったからそういうじゃなくなったからねお店が暇になっちゃってさ牛丼が300いくらで始まったじゃんみんな打撃なわけじゃんであの当時中華丼がさ650円とかでしょで牛丼300いくらだったらみんなそっち行っちゃうわけじゃんあーなんかやんなきゃなと思ってでやっていつも来てくれる人とかにこう勧めて食べさせたわけ400円だから食べてみてっつってでそうするとその人たちが今度ね友達を連れてきてくれてうまいから食ってみなってそれでだんだんその友達がまた友達を連れてきてって感じでだんだん増えてねお客さんが5年ぐらいしたらもうお店がガラッと変わってたねうんこんなになっちゃうとは思わなかったねこれジャニーズの男の子なんだけど、うん、ファンの子がね組んで追っかけてねみんなねこの席に座りたらこの写真父母がいた時からずっとだから、ね、もうそのまま仕事続けてるって感じで。いつぐらいから手伝ってるんですか？23ぐらいかな。そう、あの、本当はね、あの自動車整備の専門学校行ってたんだけど、ちょうど就職氷河期で就職できなくて、1年間ぐらいブラブラしてたんだ。そしたらうちの母が、ね、何もしてないんだったらね、あのうちで働けっつって。その時もお兄さんは働いてたんですか？そうだね、もういた。うん。それからもうずる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 やめ時も分からず19年20年近くやってますねいやよくやってるよいや一回掃除して下茹でしてちょっとあのアクが出ちゃうから洗ってねこれから飲む、うんから高校卒業してから、だからもう30年なんだから、ね、最初は手伝いからですかそう、はい、でもうちの父はね、自分にあんまりいろんなこと教えないで死んじゃったんだよね結構苦労した、うん、しょうがないよね記憶とか頼りにそうだからまた全然また違うものを作ってるかもしれないでもそれが、ま、間違ってないんじゃないかなと思って今や自分がやってることがねもう弟と二人でいろいろ考えてさやってるこれ毎日これをこれはねチャーシューはねあれなんかお父さんの時はねこういう焼き豚じゃなくて煮豚だったのあこれから一回焼くんですねそうそうそう焼き豚これで全然美味しいんだ全然違うなんで釜にしたんですかこれねうちのお母さんので実家がねやっぱり中華屋さんやってて東京の新橋でやってたのねほんと駅のすぐ近くでして、ね、うちのお母さんのお兄さんがやってたんだけど亡くなっちゃってさ手も畳むって時にこれあそこはこういう焼いてたわけよ釜捨てちゃうのもったいないから使ったらって言われてさでこれ持って帰ってきてでやったんだよね作り方とか聞いたんですかやり方というか家
軽くまあそれなりに美味しかったんだけど、そのチャーシューも。うちのお父さんの友達がさ、中華街でさ、チャーシュー屋さんやってるおじさんがいて、その人がね、焼き方を自分でちょろっと教えてくれたんだよ。言われたように焼いたら劇的にうまくなってさ、全然違うの。そこがね、すごい有名なチャーシュー屋さんだったんだけどさ、後継ぎがいなくてさ、終わっちゃったんだよね。あの人の焼き方知ってんのは自分だけじゃないかな。ここに受け継がれてる。そうそうそう、こんなところに。なんていうお店だったの？いや、言えない。あ、言えない。言えない。うん。だからこれを釜自体ももう60年以上使ってんじゃないかな。うちへ来ても20年でしょ。で、本当はそれ8本なんだ。普通の店だったら1日8本もあれば十分なんだろうけどさ、うち8本なんか絶対足んなくてさ、無理やり詰め込んだ。この新橋のお店は毎日焼いてなかったっていうから、うちほら水雷丼でじゃんじゃん出るじゃん。水雷丼が売れてるんですよ。売れてる売れてる、めちゃくちゃ売れてるよ。お客さんの8割は水雷丼だもん。だからあれがなかったら今のうちはこうやってちゃんとやってたかどうかわかんないよ。他の仕事ついてたかもしれない。なんか赤いのを入れてました。そう、食紅ちょっと入れるの。あ、まあ、赤くするチャーシューできるから。横浜は基本的にさ、あれだよ、中華屋さんの赤いチャーシューだよね。煮豚でも赤くしちゃうね。基本的にうちはチャーシューが終わったら店も終わっちゃうから、早い時本当4時とか5時終わっちゃう時もある。 YouTube でさ、ハイジーさんがスペシャルを食ったんだよ。チャーシューがさ、もう普通の水雷丼のさ何倍も入っちゃってるから、もうあっという間終わっちゃうからさ、メニュー棚のさ裏へ階段の、ここにあるの見えないところにあって、見つけた人だけが頼めるようになってんだけどさ。水雷丼も何気なく思いついた感じ。そうそうそう、でもこういうの食ったらうまいなって言って、元々ほらまかないで食ってたじゃない、こういうの。だからそれの延長で、こんなに贅沢にはいろんなもの乗せてなかったよ。卵とチャーシューとネギぐらいだったりさ、こんなに乗せちゃうんだよこれ。パンパン。そうなの。それでね、最初はね、教えてもらったのは、最初は全開なの。ガス全開で焼くと、外からこう一気に火が入るじゃない。こうバッと火が通ったら、少し弱くしといてあげて、そうすると余分な油は出ちゃうんだけど、肉汁は中に閉じ込められちゃう。これでね、そうだね、10時ちょっと前ぐらいまで焼いてれば2時間弱だね。本当はこの後いつもネギを刻んだりさ、肉を刻んだり、チャーシューを細かいの切ったりするんだけど、もうそれは昨日やっとったんだ。今日はね、シューマイと肉団子作ろうかな。で、前はそんな忙しくない時はさ、夕方にもう一回これ焼けたんだよね。ところがもう今忙しくてさ、もう一回焼くなんてそのできないから、絶対。これで10人前ぐらいかな。だいたいいつもそんなぐらいずつ作ってて。人を雇うとかっていうのは一時ね、頼んだんだけど、やっぱりさ気遣っちゃってね、気疲れしちゃってさ、2人で今できちゃってるからさ、いやと思って、2人でやれば気兼ねもないじゃん。忙しかったら忙しいで2人で頑張ればいいんですさ。気疲れしちゃうんで。そうなの、帰って疲れちゃうから、悪いなと思うの。一生懸命手伝ってくれた人たちにはさ、今のもんコロナの前より忙しいもん。こうやって入れちゃう。そう、美味しいんだよ。後で食べて。これもともとこうだったの？違う、これも降ってきた、何年か前に。朝ここで仕事してるじゃん、いろんな仕事。ネギ切って、チャーシュー切ってとかいろいろやっててさ、急にね、急に何なんだろうね、本当に不思議。入れなさいって天の声がする。すごいっすね、なんかその試食とか重ねていく。どう考えても美味しいじゃん。椎茸の旨味がお肉の方に移って、それでひき肉の肉汁を椎茸が吸ってくれてんの。好評ですか？好評好評、大好評。今はもうさ、これが多分名物になってんだろうね。うち来るとこれを頼んでくる人が多いから。うん、今日は半分仕事しちゃってるから楽なんだけど、普段もうさ分刻みのスケジュールで仕事してんだ。ギリギリだったいつも。これは肉団子ね。これもやっぱり土日になるとね、よく出るんだよね。いろいろやり方考えてさ、ここへたどり着いたんだけどさ、はい、今これ冷凍したんじゃん、はい、この状態で揚げるとパンクしないんですよ。で、買ってきた状態の生のミニトマトをこうやって揚げるじゃない。そうするとね、もう油の中でこう破裂しちゃってさ、何個かに1個はダメになっちゃうの。このやり方はずいぶん試行錯誤したんだけど、この料理自体もやっぱ降りてきたの。ただの肉団子、お肉屋さんから買ってきたような肉団子。味のついてない肉団子買ってきてさ、その前うちのお父さんの時代はね。へえ、うん。
12分出てきて、兄弟仲良くやってますね。そうだから本当これがもし仲悪かったらうまくいってないよ。水雷丼と小ワンタンっていうのがよく出てさ、半分のワンタンで、よいしょ、ほら、うまそう。はい、食べてみて。シューマイをそれ1本にしてから随分シューマイが出るようになりましたもん。定休日は何されてるんですか？定休日は寝てたりだな。いやずっとネットフリックス見てる。映画大好きですね。うちの方がよく映画行ってるね。一番最後何見たかな。あそう、スパイダーマン見に行った。 あれよかったな。スパイダーマン大好きですね。そう、あとバットマン、ザ・バットマンがね、11日からやってんだよ。見に行きたいなと思って。じゃあジョーカーも。そうですね。ヒース・レジャーのジョーカーも良かったけど、ホアキン・フェニックスの。あれ良かったね。めっちゃ好きですよ。アベンジャーズ、マーベルの俺、マニアですよ。エンドゲーム。いや良かったよね。あれでね、キャプテン・アメリカが、アベンジャーズ・アッセンブルっていう、のね、その原作、ではそれがもう決め台詞みたいな感じなんだけど、マーベルのその映画ではそのアッセンブルって必ず言わなかったの。エンドゲームで一番最後にこうみんながこう出てくる時に初めてアッセンブルっていうの、その時のカタルシスがないよ本当に。もうね、映画館で足バタバタしたもん。ガーンってほんま一人だったんだけどね。こうたまんないですね。最近はね、一泊飲食食べ放題飲み放題ついて1万円の旅館とかあるじゃん。明日も行くんだ。お酒もいっぱい飲めて食べ放題して飲食で大体9800円とかさ、安いんだよ。いっぱいあんの今。伊豆だね、伊豆の方行くと。韓国映画とか韓国ドラマって最後みんな死んで終わるからあんまり好きじゃない。あれだな、ネットフリックスとかだと日本で公開されてないようなお金かかってないそのホラーとかさ、そんなのばっか見てる。そういうのも昔から大好きだったんで、ずっとこう探して探してこれだみたいなね、変なタイトルだったり、なんとメガロドンみたいな。もうそんなタイトルあったら絶対見る。そうなんとかシャークみたいなのはシリーズはもう本当に大好きですね。サメに弱いですね。サメかゾンビ。朝ごはん食べながらなんとなしにこうネットフリックスだったりアマゾンプライムだったり見て、気がつくと夕方5時ぐらいになってるっていうね、ずっと動かない。ただれた生活ですよ。ねえ、もう本当終わってる。これで43歳独身ですからね。まあどうでしょうね、なんか変なベクトルで謳歌してるじゃない。いい人もね。結婚しなさい結婚しなさいって周りによく言われるけどさ、この年からこう自分を知ってもらうっていうのがもう本当にめんどくさくて。まあもういいの、もう一人で死んでいくのかななんて思ってね、たまにすごく寂しくなるんですけどね。そうこの間ね、夢を見たの。仕事終わって2階に上がると奥さんがいるんですよ。奥さんがね、食事を作って待っててくれてるわけ。あ、これがね結婚生活かなんてね、幸せだななんて思ってね。なんかその奥さんがね、なんかこう顔がモヤモヤっとしてるわけで、ここよく目を凝らしてね奥さんを見るとね、テニスのさセリーナ・ウィリアムズっているじゃん。あれなの。セリーナ・ウィリアムズだっつって、それで目覚めた。そんなだよ本当に。弟さんはお酒は飲まない。俺お酒飲めない。ネットフリ見てる時もお酒の入らず。そうだね、ポテチとコーラだね。キャベツとあとネギが入ってる、ニンニクも入ってます。
か5人前くらい焼いとくんだ、いつもなくなっちゃったらまたこのぐらい焼いといてすぐ作れるからさ、うん、1人前ずつ焼いたらちょっと大変だからね、うん、で、帰ってね、2回焼く方が香ばしくて美味しいんだね。10時半ぐらいだったらさ、目玉焼きを少し焼いとくんだよ。焼いてるうちにさ、もう11時になっちゃってさ、お客さん待ってたりするんだよね、プレッシャーになっちゃうよ。ガラスがちょっとさ、黒っぽくてさ、中が全く見えないじゃん。自分嫌なんだよ、あのガラスさ。であんまり明るいと中熱くなっちゃうよって言われるわけ、うん、だからちょっとあのぐらいグレーの方がいいって言ってさ。そう、でもさ、外が明るいとさ、もう真っ暗じゃん。やってんだかやってないんだか分かんないからさ。だから昔は余計さ、お客さん本当に入ってこなかった女の人なんかね、怖いよ。自分だと絶対入らない。で今じゃさ、その若いあのカップルがデートに行く。そうなんだよ、ね、信じられないよ。言葉は悪いけど、本当に15年前とかさ、そのぐらいはさ、お化け屋敷、お化け屋敷、妖怪屋敷だ よ、 本当に。これね、ラップしとくとね、もっとこれでまた余熱で調理されてね、さらに美味しくなるんだよね。これ網はダイソーで売ってるやつ、ずいぶん使ってんね、もう10年以上使ってんじゃないのこれ。よいしょ、今日22本よっこらセット。これをしっかり焼いとかないとさ、他の仕事があるからなかなかできないじゃん。いい香りだね。なかなかいいよって言ってくれないんじゃないの。まあでも分かんないからみんな。富士屋のケーキバイキング、あれやったら美味しそうだから自分も食べに行ったんだよな。12個食べた。結構お腹いっぱいだったよ。途中のお腹いっぱいになっちゃうから満腹感を感じる前にさ、バンバン食おうって。最初の5分ぐらいでもう7個ぐらい食べたんじゃないかな。1時間あるよって。1時間もいられないよ。30分ぐらいでも気持ち悪くなってきた。あれ、それでいくらなんですか。1980円。ドリンクついて、甘いのも大好き、お酒も大好き。プリンをおかずにして日本酒とか飲めるから。甘いのおかずにして日本酒飲めちゃう。プリンもね、高いプリンじゃなくてさ、はい、3個で80いくらの安いプリンあるじゃん。ああいうので日本酒、あのね、1個で1合いける。50は焼いてるかな。でもあったかいところに置いておけば全然大丈夫だから。はいはい、もっといいかな。これね、自分とお母さん、後ろには弟。10年くらい前かな、これ掘った人ももう亡くなっちゃったんだよね。あのトリスとかのさ、あの広告なんかこう切り絵でやってんじゃん、あのいろんな夜のバーのさ風景とか、あれをやってくれた人がやってくれた。雑誌の企画でやってくれたんだよね。これなんか、これもなんか AU のなんか宣伝のなんかそんなんだよ。いつもこの時間大変なんだ、ギリギリになっちゃってね。大変なんだよね、この時間こんなのんびりやってないんだ。そうなんだよ。今日はでもそんなことないんじゃないかな。その予想っていつも裏切られる歌だみたいな。もう早くそれを張りたくてしょうがない。早く閉まるからみんな余計早く来るじゃない。余計早くまた閉まる。結局1日分のお客さんなんだよな。あのしっかり1日分働いてるって。しっかり働いてるの。中には通ったら来てくれる人もいるじゃない。そうなんですよ、ね、悪いなと思って。それは本当に申し訳ないな。でもどうしようもないんだよね。でもそれはこっちの人だからね。大丈夫大丈夫、うん。こんにちは。どうぞ。もういいよ。おいちゃん、すみません、いつも。どうも、毎度。ありがとう。人材同居。よかったら食べてほしいよ。ある。ありがとう。ラーメンと具は、ご飯と具を持ってくる。マ
また今度来ながら、ぜひ、また来ながら。いつも悪いね。いえ、いつもどうも。ありがとう。いやどうしようね。いや難しいね。天津麺もいいよね。今日天津麺いってみるか。天津麺待って、分かりました。じゃあその焼きそばと焼きそばとあさりと天津麺、分かりました。この時間帯だとテイクアウトはどう？あ、いいよ、いい、悪いね。チャーハンじゃいけない。チャーハンもね、常連さんですか？まあ、いつも来る人です。もうね、20年以上じゃない。あ、お医者さんなんですよ、学生だった頃から。やらないとさ。そう、自分ね、あれを輸入してる人をしてて、普通あれは3年か5年なのね、スーパーで売ってるのは。でもうちはその同じぐらいの値段で10年耐えてるから、10年ものってやつ全然美味しいんですよ。中華街で飲んだらさ、1本6000円とかしちゃうんじゃないかな。うちそれ1400円で出してるから安いの。知ってる人はさ、みんな美味しい美味しいって飲んでくれるから。輸入してる人から買ってるから、間に酒屋さん入ってないんですよ。だから全然安く炊いちゃうの。アサリのうまいやつっていうの、あれもね、あれも降ってきたんだよ最近。2年ぐらい前かな。映えるようにね。これで完成なの。早いでしょ。ほら、できた。みんながみんなこれだとね、楽ちんなんだけどさ。1人前作るのにさ、多分20秒くらいでできちゃうから。こういうほら他の仕事しながらでもできちゃうじゃん。あれだけの手間でさ、400円以上取そう、これはもうおじいさんの代からだな。見せられたらみんな美味しそうで、食べに来ちゃうね。そうだね。ご方と食野菜どうぞ。顔見て大体ね、大体水雷丼だなと思うのね。タレだけ支度しとくんだ。酢は一丁です。
手切っちゃったとかさ、そういう時そう、ね、そう、指切っちゃったとかさ、そう、そう、うん、そう、それが本当風で。まあサービスだね。チャーシュー丼っていうのは盛大丼に比べたら割高だよね。はい、盛大丼はめちゃくちゃ安いから。じゃこれ持ってじゃん。はい、はい。こんにちは。はい、スペシャル丼。ご飯に白いご飯にこのマカレットを塩だけでもうまいじゃん。そうするともう行列になっちゃうんだな。まあ、めっちゃ紙やってんだけどね。それでもやっぱり、こう、鍋を使う注文が多いとさ、先進まないからさ。
そうに思えるこういうのって。あの自分たちなんか俺毎日見てるからなんとも思わなくない。見たら早くさばかなきゃと思っちゃいます。これ見て思うことは、お皿2枚出してスプーンつけて持っていかなきゃ。たまに自分が作ったものでさ、はい、夜ビール飲むとやっぱうまいね。あ、めったにないんだけど、たまにさ、作って持って帰って家で飲むじゃない。美味しいんだよね。今忙しいと思うでしょ。まだまだな。これって言われは。まだマックス忙しくはない。お父さんの時はなかったね。なんかね、おじいさんがね、昔宴会とかの時によくやってたの。でそれ自分子供の幼稚園ぐらいの時にこう見ててさ、はい、なんとなく記憶があったからさ、それでやったんだよね。本当の味はどんなものかわかんないけど、あれで合ってるのかな。なんでよくわかんない。なんかお豆腐が入ってる、牡蠣が入ってるっていうのは覚えてるの。宴会の残飯をこう作ったりとかしてる、その時の記憶。こんな感じじゃなかったかなって感じだね。合ってるのかどうかわかんないけど、まあとりあえずみんなが注文してくれて、ね、また頼んでくれるから美味しいんじゃないかな。次はね、スワラーメンさん。盛りなんで、これ雑誌が来たよとかさ、テレビが来たよとかって言うと、これ必ずこう入ってる感じするでしょ。わかりやすく、わかりやすく。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ああいう荷物いっぱい持って、地方からなんかコンサートとか出てきて、でほら関東へ来たらここへ寄ろうって思った子たちは多かった。東京へ来たついでに横浜へ来て増田くんの席座ろうって思ってる人たちは多いですね。天津丼を食べた。知ってる子は天津丼ね。増田くんが使ったさ、グラスとさ、電源が置いたんだよ。知ってる子はさ、これ出してもらいたくてしょうがない。お父さんの時はこんなに忙しくなかったから。だから一昨年弟は心筋梗塞で倒れちゃった。で、月火休むようにしたんで、うん、体壊した、うん、死ぬとこだったんだよね。そう、夜中だったから、夜別だからさ、だから夜中にさ、1時ぐらいかなって電話がかかってきて、はい、自分の携帯にさ、弟の電話からかかってきたんだ。なんでこんな時間にと思って、だ出たら全然知らない男の人が出てさ、実は弟さんが今倒れられまして、これから心臓の手術をするので早く来てください。びっくりだよ、夜中の2時。その日翌日は営業あったんですか。できない、できない。ずっと休んだ時は3週間ぐらい休んだんじゃないかな。そういうふうに運ばれてきたのね、うん。最低でも半月は入院なんだって。まさか自分がその心筋梗塞だと思わないからさ、もっと軽いもんだと思ってたから、明日には帰れるだろうぐらいだったの。復帰一発目がなんか大宴会があってさ、まあ、も大変だったよね。大変だったな。どうしても立ってもいられないようなことでした。 T シャツなんか着てられないっつってバーって脱いじゃったりしたんだけどさ、もしかしたら俺このまま死ぬかもしれないから、死んだ時に全裸だったら恥ずかしいなと思ってさ、着直した。
自分たち？もうまた食えない。夜飯とかって自分で作るんですか？これは自分で作りますよ、忙しかったりするとさ、簡単なものでいいやとかさ、出来合いのものでいいやみたいな感じでさ、ちょっと体に悪いものなんかを買ってきてこう結構食べちゃったりするから、なるべく作って食べるようにはしてますけど。休みの日は2人でご飯食べるとスタミナ太郎。自転車でさ5分ぐらい、寿司から焼肉からみんな食い放題だよね。ほんと2人でやって20とか夜まで行く時とかあるの、死んじゃうかと思う。そこでね、考えてほしいのはね、心筋梗塞をやってるんだってことね。そんなことやってるからなっちゃうんで。どうしよう、一緒で大丈夫です。1,250円。あ、どうぞ。まあ、すごいこれ。増田君、いいもん出してあげようか。やっぱり増田君だったよ、お姉ちゃんたち。マスダ君様々で、すんごかった。みんな女の子なの。働いてて楽しい。楽しかったですね。その時にね、雨の日だったかなんかでさ、床が濡れててさ、仰向けにバーンって転んじゃったことがあったの。で、周りみんな女の子だったんだけど、大丈夫ですかってこう寝てると、いろんな女の子の顔がね出てくるわけよ。あ、これがアイドルなんだなと思って。あの、楽しみにしてます。ありがとう、すいません。